レッド川方面作戦、レッド川方面作戦、レッド川方面作戦、A、レッドリバーキャンペーン、あるいはレッド川遠征、A、レッドリバーエクスペリションは、南北戦争中の1864年3月10日から5月22日に、ルイジアナ州レッド川沿いで戦われた一連の戦闘である。この作戦は、北軍の先手で始まり、北軍は、 ナサニエル・バンクス少将の3万名の部隊、南軍は、リチャード・テイラーの6千名から1万2千名の部隊の間で争われた。この作戦はもともと北軍の総司令官、ヘンリー・ハルックの発案であり、これを引き継いだユリシーズ・グラント中将が、バンクスのメキシコ湾岸軍3万名を使い、アラバマ州モービルを占領することで、南軍の主力を包囲してしまおうという作戦に転用した。 結果は、北軍の惨憺たる失敗に終わり、お粗末な計画と管理の誤りによって特徴づけられ、一つの目的も十分に達成されなかった。テイラーは小さな軍隊でレッド側を守り、この戦争の中でも南軍の最も輝かしい成功の一つと考えられている。しかし、マンスフィールドの戦いでの南軍勝利の後、テイラーの直接の上官、 エドマンド・カービー・スミス将軍の決断によって、テイラー軍で退却するバンクス軍を追撃する代わりに、その半分を北のアーカンソー州に送ることになり、テイラーとスミスの間の反目を生み出すことになった。北軍はこの方面作戦の開始時に3つの目的を持っていた。ワシントンにおける戦略家たちは東部テキサス州を占領し、レッド川北部を支配すれば、テキサス州を アメリカ連合国の他の部分から切り離してしまえると考えた。テキサスは南軍が大いに必要とする銃、食料その他の物資の供給元だった。また、フランスのナポレオン三世がメキシコに送った2万5000名のフランス軍がマクシミリアン皇帝の指揮下でテキサスの南軍と合流する可能性があり、南軍のミシシッピ県方面軍に援軍を送るには、 レッド側がその入り口に使われる恐れがあった。フランス軍に関しては後に事実無根であることが分かったが、ヘンリー・ハレックやエーブラハム・リンカーン大統領がこの作戦を立てる時に考慮された要素と考えられてきた。ハレックの作戦は1864年1月に完成し、バンクスがニューオーリンズから2万名の部隊を率いて、バイユーテッシュ地域、ルイジアナで、 バイユーという言葉はゆるり流れる川や水流を言うを、通てアレクサンドリアに向かい、そこでミシシッピ州ビックスバーグにいるウィリアム・シャーマンの軍隊から A.J. スミス巡承指揮下の1万5000名と合流することとされた。スミスの物体をバンクスが使えるのは4月末までであり、その後は東部に派遣されたの軍事行動に使われるものとされていた。バンクスは、 この合成部隊3万5千名を指揮し、シュリーブポートへ向けてレッド側を遡る時には、アメリカ海軍のデイビッド・ポーター海軍准将の砲艦艦隊に支援されることになっていた。同時に、アーカンソー州からは、フレデリック・スティール少将の指揮する7千名の部隊が、南に向かってシュリーブポート攻撃時にバンクス軍と落ち合い、その占領後は町の守備隊となることになっていた。 この作戦は、バンクスの発案で、ハレックの戦略におけるシャーマンやポーターの役割を伝えるためにいくらか遅れ、1864年3月、初旬に行動を起こすことになった。バンクスは、シャーマン、ハレック及びポーターに、デイビッド・ヒューストン・少佐が作成した報告書を送り、大きな資源なしには、シュリーブポートや東テキサスの占領を維持していくことが、 不可に近いことを明白に示していた。バンクス軍の大半は大きな訓練は行き届かない、騎兵隊に伴われ、ミドル側の方向の機体行軍することになっていた。バンクスは綿花の投機家たちの動向を認め、ポーターは魅力的な海軍の戦利品である綿花を集めるためにバージを連れてきていた。南軍の上層部は、 北軍の1864年春の作戦の主要標的がレッド側であるかモービルであるか、あるいはテキサス海岸であるかを決めかねていた。南軍のミシシッピ県方面軍指揮官であるエドマンド・カービースミス将軍は、それでもシュリーブポート地域へ軍隊の多くを動かし始めた。バンクスは全軍の指揮権を持っていたが、抗軍捜査は、 ウィリアム B ・フランクリン少将に対抗させた。フランクリン軍は、約1万5千名の不評、5千名の騎兵、そして、おそらく40門の大砲があった。シャーマンはこの時差し迫っている、アトランタ方面作戦の準備中であり、西部軍から1万5千名、3個師団と、川の1個旅団を、A.J. スミス巡将の指揮で貸し与えた。スティールは、アーカンソー州から約7千名を連れてきていた。 川の移動を伴うときは、ポーターの23隻の船体がおり、うち13隻の砲艦の6隻は、鉄の装甲艦だった。この戦争中ミシシッピ川より、西の北軍作戦では、最大のものだった。この北軍の作戦に対抗するために、南軍のジョン・マグルーダー少将は、東部テキサス方面軍から大半が、騎兵の部隊を派遣した。ザカリー・テイラー元大統領の息子、 西ルイジアナ方面軍のリチャード・テイラー中将がこの方面作戦の戦闘の大半を指揮した。当初の部隊は1万5千名だった。マグルーダーの部隊はルイジアナに到着するのが遅れた。カービー・スミスも2個師団それぞれ7千名をルイジアナ北西部に送りテイラーを支援した。南軍の海軍も4隻の鉄装甲艦、10隻の砲艦、14隻の面下装甲ラム。 および兵士や物資を運ぶための23隻の輸送船を揃えた。フランクリン軍の南部ルイジアナからの航軍は3月10日に始まった。一方、A.J. スミスとその2個分団はビックスバーグから船でシムズポートまで降った。スミス隊は終夜の航軍の後で3月14日にレッドガー沿いでルシートリデを吸収して占領し317名の 南軍病を捕虜にし、南軍で使える唯一の重量法を捕獲した。このことで作戦の開始を知らせることになった。ポーター提督はこの時、大した困難もなく川を塞いでいた、どでかいイカダを除去できた。テイラーはアレクサンドリアを捨てての撤退を強いられ、ルイジアナ南部と中部を北軍に渡すことになった。A.J. スミス軍は3月20日に、 アレクサンドリアに到着しフランクリンの直接指揮下にあるバンクス軍と落ち合うつもりだった。しかしフランクリン軍はやっと3月25日にアレクサンドリアに到着。バンクス自身は軍隊とは別れて動いていたがさらに1日遅れた。バンクスがスミス軍と落ち合うために折りよく到着できなかったことはこの作戦の間バンクスとその部下の間に大きな負は生じさせた。 平坦上の多くの誤りの始まりだった。スミスは、バンクスの到着を待つ間の3月21日に、ジョセフ・モーワー巡将をアレクサンドリアからは、上流のヘンダーソンヒルにあるテイラーの全哨基地に派遣して、テイラー軍の多くの騎兵と基地を捕獲した。バンクスは、アレクサンドリアに到着すると重要な伝言が、待っていた。2週間前の3月12日、 ユリシーズ・グラント将軍が、北軍の総司令官に指名され、ハレックと交代していた。グラントの伝言では、あなたの遠征の主目的を放棄することになったとしても、A.J. スミス軍が四月半ばまでに、シャーマンのところへ戻されなければならないので、できるだけ早くシリーブポートをダッシュすることが重要で、あると告げていた。カービー・スミスは八万名近い部隊を招集していたが、 この時もシュリーブポートに向かっていると分かった。北軍三つの部隊に対応するために、どこへ軍隊を動かすべきか決めかねていた。テイラーはこの作戦全体で18,500名より、多い部隊で戦うことはなかった。バンクス軍は3月31日までに、シュリーブポートから、わずか65マイル南のナチトチェスに到着した。フランクリン隊は、 雨のために一週間近くも遅れていたが、ポーター提督も嫌いで覆われていたアレクサンドリアの滝を、その一番重い方向を通すために同じくらい遅れており、問題にはならなかった。川はこの季節のいつもの水位に達していなかった。ポーターは内陸で面下を集めるためにも時間を費やし、バンクスはその間に選挙を実行した。 この時テイラーは二十五マイル北西のプレザントヒルに降り、その部隊はまだ二万名以下だった。バンクスは多くの物資を集めると一週間遅れの前進を続けた。三月二十一日以降、騎兵と海軍の小競り合いが続いていた。四月二日、北軍アルバートリー巡将の騎兵士団が到着したばかりの南軍1500名のテキサス騎兵隊と衝突した。 これらの南軍は北軍の前進に抵抗を続けることになった。一方、北軍の情報網は、深度の前方にテイラー軍と騎兵隊以外に別の部隊がいることをつかんだ。北軍の上級士官たちは、海軍の戦隊を除けば重大な南軍の抵抗勢力があるということに疑いを表明していた。バンクス軍は、テイラー軍と騎兵隊を追い、川からは、 離れた深い松林地域に入っており、テイラー軍が前方にいるものと予測していた。北軍はプレザントヒルに接近すると水のある宿営地が少なく後方の部隊の位置がつかめないために角に伸びきっていた。テイラーはシュリーブポートへの交代を続けた。4月7日にウィルソン農園とテンマイルバイユーで激しい騎兵戦がしばしば下馬して続いた。4月8日、 リーは、マンスフィールドの南三マイルのモスプランテーションで、南軍の少数騎兵に、大胆な突撃をかけた。リーは二個不評旅団の助けも借りて、南軍騎兵を、ハニーカットヒルに追い込んだ。テイラーは深い森の経路に沿ってあるいくつかの畑の、一つの側の森に一個不評師団を配置してた。その日の中頃には、道の反対側の森にも二番目の師団を配置した。バンクス軍が、 正面に到着し両軍はおそらくどのくらいの敵と面しているのか十分にわかっていなかった。カービー・スミスはこの現場にいなかった。北軍に援軍が到着しないのを見て取った南軍側の誰かが午後4時に攻撃を命令した。アルフレッド・ムートン巡将とその不評体が幅800ヤードの畑を横切り、レールフェンス背後の北軍を攻撃し流血戦になった。一方、 南軍のヘンリー・マトン提督の艦隊が、ボーダーの艦隊を攻撃していた。ムートンは、その攻撃を続け、テイラーは支援隊のウォーカー師団を含め前線に、渡って押し上げた。南軍の下馬した騎兵が、北軍の側面に回った。バンクスが支援を求めた時刻が議論の対象となっているが、その部隊は間に合わず正面が包囲されるのを、止められなかった。 フランクリンは最初の戦闘の背後で、砲兵隊と共に2番目の戦線を構築し、この部隊も結局優勢な敵に直面して逃走した。北軍背後の狭い道ではいくつかの入馬者が転覆され、北軍の大砲が捕獲された。南軍の兵士は北軍の入馬者を略奪するために停止した。マンスフィールドの戦いは終わった。結局、 北軍は2900名の損失をこむった。南軍の損失は約1500名だった。ムートン巡将も損失の中の一人であり、その日遅く戦場で死んだ。北軍の艦隊も南軍の艦隊に敗北した。南軍の指揮統制が戻り追撃に移ると、その部隊は北軍3番目の部隊。 ウィリアム・エモリー将軍の約5800名がバンクスとフランクリンに命じられてチャットマンバイユーを見下ろす尾根の上にいるのに出くわした。北軍側はそこをプレザントグラブと呼んだ。夜が訪れ、バンクス軍がこの場所を取ろうという試みを撃退したのは明らかだったが、北軍は貴重な水を確保していなかった。翌4月9日、テイラーはバンクス軍がプレザント昼まで撤退したことを知った。 水が欠乏したことと、AJ スミス隊が追随してくるかわからなかった子が、おそらくは撤退の大きな理由だった。4月9日午後4時、南軍は、新着のトマス J チャーチル准将の不評隊が、北軍への攻撃を始めた。テイラーはその部隊を、北軍の側面に送ったと考えたが実際には、中央だった。南軍の騎兵隊も、陣配置を見誤り、 側面から激しい重火を浴びた。チャーチル隊は、北軍中央の陣地を崩壊させたが、このことで、事態は、A.J. スミスの、まだ使われていなかった手段が優位の字に構えてたその、真ん中にはまることになった。前進していた北軍の右翼も崩壊したが、スミスとモワー,ーの部隊が反撃を開始し、隣接していた連隊も加わって、テイラー隊を、プレザントヒル近辺から改装させ、 いくつかの大砲を取り戻せた。バンクスは、水や馬の飼料が欠乏し、補給船がどこにいるかわからず、さらに年長の士官たちの意見が割れたために、下流のナチとチェスト、グランドエコールまでの急速な撤退を命じた。プレザントヒルの戦いにおける上軍はほぼ同数の1600名の損失を出した。北軍にとっては、戦術的勝利だったが、上流で何者も得られなければ、 北軍の努力もドろうになったので、南軍の戦略的勝利となった。スティール将軍は補給の困難さと南軍とのいくつかの戦闘のために、シュリーブポートにたどり着くことはなかったが、バンクスは、スティールとの連絡が取れなかった。スティールのキャムデン遠征はスティールが、リトルロックに引き上げることで終わった。川の上流では南軍が、支流に水を引き、すでに低かった。 レッド側の水位がさらに低くなった。ゆるりか若みに向かっていたポーター提督がバンクス軍の交代を知った時にポーター戦隊も追随した。途中で短時間の交戦があり、この時に南軍の騎兵隊長トマスグリーンが官方の砲弾で戦死した。グランドエコールではバンクスがグラントから軍隊をニューオーリンズに移動させ、このことについてはきつく秘密を保つよう命令を 受け取った。川の水位は下がり続け、すべての補給船が下流に戻らなければならなかった。バンクスと気難しい AJ スミスや海軍、さらにはその他の将軍大半との関係は敗北と認識されるものに巻き込まれたと考えることで悪化した。カービー・スミスはテイラー将軍がその部隊をバンクス隊に対抗するために使うべきと強く抗議、下にもかかわらず、 ニコ師団を北のアーカンソー州に送って、スティール隊を潰すという決断をした。バンクスは、テイラーの5000名ほどの部隊が南で活動していることを知り、南のアレクサンドリアへの急速な撤退を命じた。4月23日のモネッツフェリーの戦いでは、バンクス隊のいくらかが県を渡って、南軍の側面を突き、少数の抵抗勢力を逃亡させた。 アレクサンドリアまでの行軍の残りでは見るべきものはなかったが、ポーターは動きが取れなくなったアセスイーストポートを爆破した目に遅れた後で、県側川口で奇襲攻撃にあった。ポーターはアレクサンドリアの滝でその走行砲艦の多くを通すことができなかった。ジョセフ・ベイリー大佐が席を考え出し、それにバンクスは夜も昼も注意を向けることになった。 部分的な席が崩壊するまでに数席は通過した。上流にもう一つ席が作られて推進を増し、行軍を再開することができた。アレクサンドリアではバンクスと他の多くの将軍たちとの関係がさらに悪化た。どちらもが親しい新聞や支持者たちに誇張された話を送った。ジョン・ A ・マクラーナンド将軍がテキサスから援軍を率いて到着し、 マクラーナンド自身も AJ スミスやポーターとの関係が目からうまくいっていなかった。AJ スミスは従いたいと思う命令にしか従わなかった。テイラーは自軍を巧妙に使って北軍の指導層に自軍の勢力を実際より多く信じさせることに成功していた関の建設は妨害しなかった。むしろ艦船を攻撃することで下流をせき止めた。南軍は 面下の多くを焼却したために多くの陶器家たちはアレクサンドリアで失望した。北軍がアレクサンドリアを経った時町は炎に包まれたがその出火原因については議論が続いている。ミシシッピ側に至る過程で5月16日にマンスーラの戦いが起こったがほとんど損失はでなった。続いて5月18日にイエローバイユーの戦いが起こり燃える林の中で そこそこの損失が出た。輸送船も一緒になって動き、北軍は広いアトチャファラヤ川を渡ることができた。テイラー将軍は、北軍の帰還を阻止すると明言していたが、それはできなかった。テイラーは、カービー・スミスが支援してくれなかったことを非難した。バンクス将軍が、ミシシッピ川に近いところまで到着すると、エドワード・キャンビー将軍が待っており、 この時点でメキシコ湾岸軍の野戦式官職を交代することになった。レッド側方面作戦は北軍のしくじりであり、その結果は戦争の行方に大きな影響を及ぼさなかった。モービルを占領するというより重要な目標から北軍の行動を流行らせたことから戦争を数ヶ月長引かせたとも言うことができる。レッド側方面作戦を遂行していなければ、 モービル戦領は1864年6月にできていただろうが、実際には1865年まで待たなければならなかった。この方面作戦の失敗で、実質的にバンクスの軍歴は終わりを告げ、作戦の間に押収した面下からの利益をめぐる議論によって、後の西暦も傷つけることになった。ポーター提督は作戦中に、 戦利品として得た面下から少なからぬ額の利益を得ていた。南軍は、ムートンとグリーンというようとなる指揮官二人を失い、損失をこむった兵力は回復できなかった。おそらくもっと重要なことは、攻撃的なテイラーと慎重なスミスの間の関係が最も重要な時に、テイラーの軍隊の半分を削くというスミスの決断に、 関する見解の不一致で永遠に壊れてしまったことだった。アレクサンドリアの滝の上で救いようのない状態に置かれた北軍の艦隊隊を捕獲する機会を失ったことはテイラーの死の時まで心の傷になった。地下相続インディアンのバートン・アレンホルダーに率いられた最初のインディアン連隊は第22テキサス騎兵連隊とされ、レッド側とテキサスの新しい地域を北軍の手から守り、 戦争の残り期間続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。